またインスイング、ゴールに近づくボールです。ファーサイド真ん中浮かせてバイス、先制京都、ヨルディバイスの先制点、82分です。中盤のアンカーに入ります。川崎一つ前、この三沢の右足強烈、追加点、京都さんが2対0。さあ左サイド松田天馬、クロスが入る、ヘッドで流した、竹富宇田か、宇田が今シーズン初ゴール、昨シーズン得点王のピーター宇田か、ホームスタジアムで今シーズン初ゴールを決めました。宮本康介、ここは遠藤に預けます。宇田かが狙っていた、宇田か入れ替わった、シュートだー、宇田が立て続けの2点目、サンガスタジアムが揺れる、宇田が電光石火の同点ゴールを決めました、今シーズン2得点目。荻原、そして宇田がこの位置まで降りてきてチャンスメイク、鈴木がつく、切り返して中央に、ゴールのシュートだ、三沢のゴール、今シーズン2得点目。さあ京都さんがアディショナルタイム1点を返しました。飯田から長いボール、竹富です、胸で落として、ピーター宇多香、左荻原スペースがあります、荻原狙ってきた、こぼれた、オフサイドありません、先制京都、大事な PK です。宇多香真ん中、京都勝ち越し、85分、折り返して松田、先制点は京都、今シーズンホーム初勝利に向けて京都が先制しました。よくブアニカが受けてクロスに対して入ってきましたからね、はい、ピーター宇多香のカウンター、しかし米倉よく戻っている、まだボールを奪った、ピーター宇多が前を向いている、シュートまでいけるか、シュートだ、折り返して、ここでシュートだ、サンガスタジアムが湧き上がる、福岡がゴールを奪いました。荻原が行く、荻原、ピーター宇多が先制、京都決めたのはエース、ピーター宇多が、よしクリックしてワイド、ピーター宇多香、今度はどうだ、シュート決まった、2試合連続ゴールを決めました。雨の中、京都のエースが先制ゴールを奪っています。荻原シュートか、こぼれ球、武田が狙っている、志村、そして宮吉待っていますが、まだいます、飯田、浮き玉を使って、ピーター宇多香だ、ピーター宇多香2連発、この試合宇多香がいよいよ覚醒しようとしています。昨シーズンの得点王です。バイス選手上がりましたね。そうですね、そのバイス上がっている、宮吉グランダーのゴール、飯田が来る、シュートだ、ねじ込みました、J 初ゴールを決めた飯田。宮吉ワイドに出して、浅田はもう一度戻します。福岡が間をすり抜けてクロスを上げる、いい対応を見せます。ただ空振りしてしまって、福岡から宇多香、シュートだー、ハットトリック達成。去年の山形戦の4ゴール以来のハットトリックを決めました。グランダのボール、ヨルディバイスだ、自ら J 通算100試合目を祝いました。また福岡がペナルティエリアから大きく出て、低いボール、中フリックからヨルディバイス、ねじ込みました、今日2ゴール目、
プレッシャーにあってちょっとこう下げながら、あ、そしてすかさずピーター・ウタカー強い、ここもう吹き飛ばしてもら持っていきます。さあワイリーチャンスとなるか、サイドから低いボール入った、ウタカーまた決めた、先制点京都産業 FC、 今季8ゴール目ピーター・ウタカー、ゴールディバイス日本、宮吉を走らせます。宮吉追いかける、ゴーキーパー出てくる、飛び出し、キーパー空いてる、宮吉追加点は京都に入りました。54分、宮吉のゴール、大外で宇高が受けます。さあ中に入ってくる、ペナルティエリアの中には3枚上げてくる、ヘッディング、これが右隅に収まった。いやー、いい前プレーでしたね。先制点は京都、決めたのは松田天馬、右にエンド白の日本京都です。まずは縦に速いボールを入れてきました。宇高、荻原が外にいますが中に切り込んでいく、宇高低いボールで打ってきた、こぼれたボール、押し込んだ、最後は宮吉、宇高のシュート、こぼれたボール、宮吉が今シーズン2点目のゴール。宇高を狙ったボール、ここは叩いて武田、まだある、宮吉だ、宮吉3試合連続ゴール、宮吉サンガスタジアムバイキオセラ初ゴールとなりました。先制点は京都サンガ FC。 飯田、福岡受けて前を向く武田、さあ斜めに走ってくる増田天馬、その増田天馬だ、シュート、いやー増田天馬2試合連続ゴール、素晴らしい連携から京都サンガ2点目。さあ宇高どうする、松田天馬シュートだー、バイス、バイスが決めていきました。こぼれたところ最後はヨルディバイス、京都さんが追加点を挙げています。3対1となりました。ヨルディバイス2人に囲まれながら前を向きます。ピーター宇高フリックして武田、さらに荒木が来た、中川、中川がそのリーの絡みもあるんですけれども、ああいう形で最終ラインと中盤の間のエリアで顔を出して受けろということなんでしょうね。シュートシュート、福岡新平先制ゴール、リー忠成のスルーから福岡新平が決めました。宇高です、関わって抜けてきて、もう一度後ろからシュート、川崎先制点京都、後半の13分見事なミドルシュート突き刺しました、3位の京都。このあたりが、まあ、ここまでは京都がキープしているところですが、一気にバイスから落として宇高、先制点京都さんが。さあここはグラウンダーで細かくつないでいく、こぼれたところ、宇高かわした、宇高今日2点目、今シーズン節目の10ゴール目を決めました、しかし少し角度をつけてきた、打ってくる、強いシュート決まった、京都先制、かなり距離がありましたが突き刺しました、三沢のロングシュート、宇高中へ、松田前を向けるか、もう一度松田三へ、三沢打ってきた、そして合わせて追加点は京都、宮吉、ファーサイドには川本が待っていました。さあこれは面白いバウンドになっている、宇田が絡んだ、宇田がシュート、無人のゴール、宇田が今シーズン11得点目、ホームの京都さんが FC が先制しました。宇田が今シーズン11点目は技ありのロングシュート、城が行く、ここは京都さんがパスを回していく、川崎、さあ川崎は強さを見せて、宇田か、宇高から川崎シュート、
京都さんが2点目、宇高と川崎の素晴らしいコンビネーションから勝ち越した今シーズン2点目、京都さんがリードを2点に広げています。2点預けて福岡逆サイドに回していきます。荻原は非常にスピードもある、この選手には注目。かわしていく、中に入れた、シュートまでいけるか、シュート、先制点は京都サンガ FC。 理想通りの、ね、3分です。形でしたね、京都としては、はい、いきなり先制点をもぎ取ったのは京都サンガ FC です。三沢から左の荻原、常にその荻原の動きを見ているのがピーター・ウタカ、シュート、2点目が決まりました。京都最高のゴールですね。これは76分、バイスは前、ウタカを狙ったところ、しかしここは飯田です。そして武田、中央で受けてウタカから左サイド振った、荻原エリアの中入ってくる、あ、決まった、荻原ついにゴールを決めました。荻原の初ゴールです。さあバイスから一気に前線、ウタカが走っている、バングダシュートー、先制は京都サンガ FC。 バイスからユタカ、ホットライン縦一本で京都サンガ FC が先制しました。さあマスターテンマ、ユタカ、飯田を使う、飯田切り返してシュンダー、イスマイラー、かばって入ったイスマイラー、移籍後初ゴール、福島から移籍のイスマイラー。三沢つないで飯田へ、今は竹富が右に来ました。京都一気に、宇高、宇高、ピーター宇高、宇高が来た、宇高が来た、宇高が来てパスにした、松田だ、いや冷静でした、ピーター・ウタカ、仕上げは松田天馬、ウタカ、そして合わせて上がっていく武田、イスマイラが追い越していく、荒木も上がってくる、ウタカ自分でかして自分でシュート、京都同点。ウタカがここは自分で持っていきました。イスマイラとバイスも待っています。イスマイラのヘッド、こぼれたところ、バイス、京都逆転。若さ、そしてイスマイラが行きます。うわ、そしてここで宇高が奪う、2対2ができている、左手イスマイラ空いている、さあフリーだー、京都が追加点。そしてイスマイラのこの前転前中パフォーマンス、松田手を挙げる、ボールを入れていって弾き返してセカンドボール、バイス右を使って中に入れる、宇高の後ろから追いついた京都、宮吉1対1、20分に試合を振り出しに戻します。京都の指示です。長記事監督、大事なのは自分たちのスタイルを変えないこと、ここで下がらずにチームを信じて逆転するぞと、ハーフタイムに選手たちを鼓舞しました。さあボールを上げていって追いついた京都、宮吉今日2点目、サイドからボールが上がって宮吉が冷静に流し込みました。5回この PK チャレンジがありますが、5分の4、さあ宇高対田口です。同点なるか、京都決めた、同点、勝ち点3に向かって負けられない戦いは前半に追いついた京都。荻原戻す、三沢、宇高中に入ってきた、サイドを変える、白井上げるか、左足で上げてきたイスマイラ、最後に最後にネットを揺らした、
数の選択肢がある中で、はい、おっと宇高のボール、あーっとビクトルかわされた、シュート、山崎が防いで、あーこれは宮吉のゴール、京都先制。宮吉今シーズン7得点目。宮吉、宇高、宮吉が抜け出すか、三沢、三沢、おお決まった、三沢のゴール2対0。飯田が1人剥がして中の渡した、松田天馬、松田天馬から今度は荻原、宇高が左に開いている、宇高どうするか、仕掛けた、エリアの中、荻原が呼んでいる、荻原のシュート決まった、先制点は京都、宇高から荻原。豊田が時間を作って、ただ松田天馬出させません、そして奪い切った、これが京都のディフェンスです。福岡から裏へ出したボール、松田天馬走っている中では宮吉が呼んでいる、宮吉フリーでヘッド、2点目、追加点は京都、高い位置でボールを奪って攻撃に転ずる、まさに京都の攻撃の形が実りました。まあ、チャンスこそ作られていますが、相模原はここまで粘り強くよく守ってますよね、はい、そうですね、非常に集中力もありますし、さあ宮吉から宇高と、宇高一瞬の隙を突きました、ピーター・宇高今シーズン16点目、一瞬の隙を突いたロングシュート。さあその飯田から宮吉、三沢から落として宮吉がもらった、クロスが入る、宇高今日2点目、今シーズン17点目のゴールを決めました、ピーター宇高、京都サンレッシーリードを2点に広げます。宇高にボールが入る、そしてサイドバックの白井ディフェンスかわしてマイナス、ピーター宇高打っていく、ヨルディバイスから飯田、縦に速いボールをつけて、オフサイドフラッグ上がらない、宮吉、宮吉ループシュートだー、上が鳴りました、ニアに寄っていく選手たち、ニアに上げたシュート決まった、立ち上がりピーター宇高、そして福岡庄司からもう時間がありません、上げてくるヘッド、最後はバイス、最後はバイス、押し込んだ押し込んだ押し込んだ、ゴールキーパー少しバランスを崩したキック、さあ宇高がボールを拾う、さあ宇高切り返して中に入ってくる、宮吉落として川崎だ、武田から宇高だ、フリーだ、宇高切り返した、左足、宇高今日2点目、京都サンが勝ち越し、エースストライカーピーター宇高今日2点目。今年若さ福岡が跳ね返す、さあこのこぼれ球、千田と宇高、宇高強さを見せる、さあ宇高行く、1対3の状況、松田が持っているが、宮吉だー